最初は悲しいとか悔しい、寂しいとかだったりかもしれないんですけど、最終的に作品にしたい気持ちは、それでもなんか希望に向かって進んでいきたいなっていう絵たちですね。マイナスから生まれたアート、だからこそ誰かの光になりたい。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家佐藤夏樹、優しい色合いと印象的な線で構成される彼女のアート。その一枚のキャンバスに込められたのは、誰もが持ちうるネガティブな感情。なんかはっきりしたものとかではなくって、悲しいっていう感情があった時に、虚しい悲しさとか涙が出る感情の強めの悲しみとか、いろいろあると思うんですけど、そういったなんか悲しいっていう一言では表せないような、でかつ自分が感じた複雑な感情を絵にしています。さまざまな悲しみを女性像に託す、そんな制作を続けていく中で気づいたもう一つの感情。自分自身のなんか環境がその変わったりとか、コロナ禍で人と接触できなくなった時に、自分は忘れられる存在なのではないか、そういった気持ちになんか駆られたことがあって、でもなんかそれって別にそんなことないし大丈夫なんだなってなんか思えた時に、作品にしようっていう気持ちになって。忘れられる不安、変わらない安心感、繊細な感情の揺らぎを感じるからこそ思うアーティストとしての願い。実物見てほしいなっていう気持ちは強いですね。自分自身やっぱり感情の揺らぎだったりとか、その気持ちになった時のなんかざわつきとかノイズ感っていうのを、ああいうかすれとかテクスチャーをつけて描いてるので、実物を見たからこそ感じれるものもあると思うので、そこをなんか乗り越えれたら作家としてはやったって思いますね。目に見えないものを描くからこそ、目の前で感じ取ってほしい。アートを通して鑑賞者に寄り添い続ける画家佐藤夏樹が進む道。私が作品に残す時に、その絵を見た時に思い出せるようにというか、自分が忘れたくないなっていうので、記録みたいな感じで絵にしているっていうのもあるので、自分にとって大事にしたい記憶、思い出とかを描いていきたいっていうのがあります。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家高野紫苑のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。